アニメーション作ってんねん。あ、そうなんや。リクずっと見てみて、ネットに上がってるし。あ、ほんまに。うん、そうなんや。すごい新品になりました。またいっぱい出したいです。海外では初めて？いや、韓国ぐらいですかね。あ、前ここでも、前ここじゃない、ロンドンで一回おマーケットに出しました。こう韓国とそのこっちでのなんか違いとかってありますか？こっちの人はあれですよね、かなんか芸術じゃないアートを買ってくれますよね、普通になんか惜しみなく。なんかそこはいいなと思って。なんか向こうの人は鑑賞用っていうか、なんか狭いかな、狭いかな。韓国は昭和昭和として、こっちの人は文字がね、なんかアートな感じで撮ってくれるんですよね。そこはすごいいいなと思いますね。あとすごい素直にいいとか言ってくれるのがすごい嬉しい。はい。I'm delighted that you've come to London to show your exhibition of Japanese artists' work. And I think the standard is excellent. Oh, I see, yeah, it's not quite weak. It's a great variety of pieces, and we're just really, really glad that London has had the chance to see the work that current contemporary Japanese artists have got to work on. So thank you very much for coming. こっち来て発表するときは、まあ、大きな違いはそれこっちで作品を買ってくれる人がいるっていう部分は大きく違いかなと思うんですね。なんかそれとあと話をする中で、まあ、作家としてこう新たな発見があるというか、なんか観客の見る目が結構鋭いっていうか、話してくる内容もなかなか濃いものがあって、逆にこっちが気づかされる場合もあるっていう、うん、でまあ素直にそれを受け入れることでさらにこっちも成長できるような部分があると思います。今後ともね、海外で展示する作家さんが増えていくと思うんですけどね。何て言うかね、そうですね、なんかこれこの展覧会きっかけにしてもっと日本にいるアーティストの人が海外に出てきて、いろんな人と交流を持つことによって、さらにこう質、作品の質を伸ばして、どん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 世界に出ていけるといいなと思ってますね。じゃあありがとうございました。今回のロンドンの展示会はどうですか？あ、想像以上に楽しめてます。楽しめてます。黒髪さんはもうこっちで出会った人？あ、結構たくさんの人に出会って、まあ普通にでは行けないとこばっか行けない行って、
ね、観光しに来たっていうよりこっちで、ね、今もさこっちの作家さんのフラットに泊まることになったり、はい、いろいろ日本では味わえないことが味わえて、なんかすごい最高です。最高です。九州の福岡で活動しているんですけれども、まあ、いろいろと福岡でも外国の方とか見てくださったりして、で、まあ、その時のこう反応とかもあったんですけど、まあ、今回いろいろとイギリスのこちらのロンドンの方とも見てくださって、で、まあ、こう理解してもらうとか、まあ、伝わるんじゃないのかなっていうような感覚っていうのは、なかなか言葉ですね、難しいですけどね。ちょっとした自信みたいなのをこう持ってたかなと思います、はい、田中さん自身 もうだいぶ前にロンドン3年、そうですね、3年間して2000年から2003年の夏まで、うん、その時はアートの活動をされてた。いえ、もう全然アートの活動、まあ、別の勉強をしてましたね。経済学だとか社会学の勉強をしてて、で実際大学を卒業して、帰国して九州に戻ってから、まあ、偶然なんですけどたまたまこう誘われて、まあ、こういう活動を始めたんですね、はい、じゃあロンドンで展示されるのは初めて、ね、そうですね、海外自体初めてですね、はい、じゃあ何か今回の展示会を通して何かその田中さんにいい何かになれば、はい、あ、そうですね、まあ、僕自身もこう、まあ、何かしらのこう始まりと思ってこう今回参加したので、まあ、これ機会にもうちょっとこう積極的にですね、いろいろとこう活動の範囲だとかこう輪を広げていきたいなと。はい、じゃあまた今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。